2023明治安田生命 J1 リーグ第7節 FC 東京対湘南ベルマーレの一戦をお送りします。会場は味の素スタジアム。今日は FC 東京のホームゲームです。サポーターの合唱の中、両チーム選手の入場です。 FC 東京は前節から4人を変更してきました。まあ、中盤の強度ですよね。あと前線のやっぱスピード、まあ、これを生かした、まあ、攻守においてのまあ戦い方っていうのが FC 東京の一つの狙いですから。ではアウェーの湘南です。前線の特にまあマッチの生かすような、ね、両サイドの攻撃っていうのが一つ大きな特徴だと思いますから、はい、サイドから攻撃を仕掛けていけるとチャンスは多く作れるのかなというふうに思いますね。セカンドボールも多くなると思いますから、はい、それを素早くどちらか回収できるかですね。徳本シュート、ーキーパー触ってこぼれたボール、ここはなんとか抑えました。徳本の強烈なシュートでした。さあ平岡から縦のボール、阿部が戻してサポートがある。町の中央へこぼれている、シュートだ、阿部のシュート、クロスバーです。中盤でボールをうまく奪って町野がボールをね運んで中央にクロス入れて、ちょっとソービックがねしっかりボールをキャッチすることができずにハンブルしましたから。広げて右サイド、ここに中川、中川カットイン、松木縦に持ち出して松木のシュート、こぼれている、中川、 FC 東京先制です。前半の30分、決めたのは中川、ゴール前のこぼれ球をしっかりと仕留めました。中川は今シーズン2ゴール目で、中川からのパスをですね松木がやっぱりワンタッチでゴール方向に向いたことが大きいですね。で縦に行って利き足じゃない右で思い切り入れましたけれども、まあ、キーパーのハンブルを誘ってそこをですねうまく中川が落ち着いてですね決めたと思いますね。上がってきたタチ、ゴール前には4人選手がいます。長きスルーパス、これできた、タリクのシュート、ナイスキーパー、スオビックが触っていました。大きなプレーですね。今のはよくスノビック反応したと思いますね。さあ奪ったボール中川運んで左足、渡辺ポスト、ビッグチャンスでした。 FC 東京後半から入った渡辺、狙いすましたニアサイドでしたけどね、このビルドアップのところですよね。FC東京かなりプレッシャーが、あーっとパスがミスになる、カットした湘南、左足、ナイスキーパ ー自分のミスを自分でセーブで救ったスオビクです。シュート、ネットが揺れました。湘南追いつきました。54分から55分です。いやよく触りましたね。最後は杉岡、はい、自陣から FC 東京一つ剥がそうとします。ただ戻すと、さあ奪った湘南、町野縦パス折り返し、タリクが来た、湘南逆転、59分、タリクのゴール、タリクは今シーズン初ゴール。いや見事ですね、今のプレー全て見事ですね、守備のとこからですね、町野のこのプレーですよ。
シュート打つようなふりしてて体の向きと顔の向きが違う方向でパス出しましたよね。湘南はゾーンで守って、サーリスタート、松木からアダイウトン、クロスボール、ヘディングシュート決まった、エンリケ・プリザン同点です。 FC 東京セットプレーから同点に追いつきました。エンリケ・プリザンは今シーズンリーグ戦は初ゴール。高かったですね、中盤で奪い返した湘南、石原、グランダー、ハリクだ、こぼれている、ここはクリア。ここの関わり方なんて見事ですよ。クロスボール、ゴール前、町野だ、決定機でした。松木中央、上がったボール、湘南クリア、ボレーシュート、オリベイラ、ハルトアピール、ノーファール、さあカウンターです。湘南カウンター、さあほぼ同数です。上回る湘南、運んでのシュートだー、スオビキのセーブ。ここでタイムアップ、すごい試合でした。2対2ドローゲーム、お互い最後までゴールに迫った両チーム、勝ち点1を分け合う結果となっています。